YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、青木です。こちら、ブックコートフィルムっていう、こちらの、開封動画になるわけなんですが、これはね、名前がブックコートフィルムっていう名前で出ているんですが、図書館で働いたことがある方、なかなかいらっしゃらないかもしれないんですが、そういう方だったらブッカーって呼んでるものでして、ブックカバーですね。透明のこういうなんか本に貼るフィルムで、図書館の本はみんなこのブッカーをかぶってるんですね。中身出してみるとこんな感じなんですが、これは私が今回買ったのはこの A4 版っていう、A4 版ね、書いてあるもので、A4 サイズの本に、かけるカバーなので、A4 よりも一回り大きいぐらいですね。このぐらいのサイズになっております。これはですね、普通に私はネット販売で買ったものなんですが、ネットのリンクなんかもね、こちらに概要欄に貼ってますので、もし興味のある人はですね、よかったらそちらリンクもご覧ください。あとはですね、文房具屋、ちょっと大きい文具屋さん、湯沢屋とか、あとは洋華堂とかで文具コーナーが広めに取ってあるようなお店、そういうところでも、これよりは、これはねこのぐらいちょっと大きめなんですが、多分サランラップの芯ぐらいの感じのサイズで、ブックコートフィルムとか、なんかそういう感じの商品名で置いてあると思うので、もしよかったら、そちら探してみてください。それでは、こちらですね、ブッカーの貼り方の動画です。はい、どうぞご覧ください。はい、ではブッカーを貼っていきます。今回はこちらの、カラスのハッピーの記念絵本、これは私の手作り絵本なんですが、これの表紙に貼っていきます。用意するもの、ちょっとしっかりめの定規、それからハサミです。で、あと先ほどのこちらですね、これちょっとロールが全部今画面に収まっていないんですが、ブッカーが大体こういうシールの裏面のこの紙にこういうマス目が入ってるんですね。マス目が入ってるからマス目に沿って切っていけばまっすぐに切れるようになっています。これは大体どの商品もこういう風に作られているので、どこのやつを買っても問題はないと思います。一回巻いた時にちょっと表紙の方は、表紙というのかこの横の部分は余りが欲しいので、このぐらいかな、このぐらい余ればいいかな。あんまり余りがいっぱいやりすぎても貼りにくくなっちゃうから、このぐらいを切り落として、一回サイズ見ますね。サイズは、上下、大体この2センチずつぐらい、このぐらいがちょうどいいかなって思います。それから、こうして、真ん中大体このぐらいか。真ん中で合わせたときに、こっちですね。こっち5センチ、5センチちょっと取りすぎちゃったかもしれないけど、3センチか4センチは余ってた方がいいかなって思います。ちょっと今回は横だっていっぱい取っちゃいましたが、あとサイズがですね、こう合わせたときに、まず真ん中このぐらいっていうのが決まったら、ね、ここ、背拍子のところ先に切っておくと楽なので切っちゃいます。だいたいこのぐらいかな。このぐらい。このぐらい。こんな感じになります。上も同じです。上も同じで、ちょうどこのマス目に当たるから、これで、どうかな。これで、ここが、ぴったりですね。ここがぴったり。で、次に、ここ背中に合わせるから、こっちも先に切っちゃった方が楽かな。ここ、角っこを合わせて、ここ角ですね。この角。ここに合わせて、これも切ります。切り落とします。こんな感じで。で、同じく、この上の角、ここも切ります。ここもこれに合わせて。よし、切りました。さあ、肩。まずこっち、端っこから。このシールは剥がれるので、ここですね。この端っこ、このシールを剥がします。よし。で、ここからは汚れがつかないようにちょっと気をつけながら、このぐらいかな。このぐらい。このぐらいめくって、で、先ほどの角がね、あるので、角の部分合わせます。こうですね。その角合わせます。一応ここが綺麗に貼れてるか、ね、表からもちょっとこう貼れてるか見てもらって、で、さあ、大事なところ。この表紙の裏側にこれを折り込みます。ここですね。これをしっかり折り込みます。
込んで、こうですね、貼ります。で、できたら、ここから、ひっくり返して、で、まあ、定規登場ですね、定規。定規これちょっとここは斜めになってるんで、この斜めの部分を下にして、で、こうですね、ここに当てて、で、このまま空気が入らないように伸ばす。伸ばして、端まで、ね。ここまでしっかり空気入らないようにいきました。いったら、もう一回ひっくり返して、ひっくり返して、ここですね、このピラピラを折り込みます。で、ピラピラもしっかり空気入らないように折り込みます。で、反対のピラピラ、これも折り込みます。できました。それで片面終わりです。片面終わって、次、ここ、背中。背中をしっかりくっつける。背中をくっつけて、ここも、しっかりできたなと思ったら、今度は、またこっちも同じくですね。これも、いきます。両部、伸ばして、伸ばして、ここを、赤い裏に折り込んで、この状態。ここから、端っこカットします。端っこをカット。同じく端っこをカット。こちらもカット。で、こちらも全部取っちゃいます。この状態、このフィルムがピランピランの状態で、で折り込みます。ここも空気が入らないようにしっかり入れる。それから端っこ、ここも空気が入らないように入れる。こっちも同じく空気が入らないように、よいしょ、よし、こんな感じで良さそうですね。できました。ではですね、こちらへと貼り終わりました。これはですね、よく皆さん図書館で見かけるこの感じですね。この表紙の裏側のこのビニールがこう中に折り込んである感じ。そう、前に図書館で働いたことがあって、その時にこのブッカーをね、市販で買えるっていうのを先輩から聞いて知ったんですが、そう、こうやって実は普通に購入することができまして、なので、自宅で例えばお気に入りの本とか、あとはまあうちなんかもそうなんですが、小さい子供がいて、結構ね、その、まあ、本ビリビリに破いちゃったりとか、あとは水をこぼしちゃったりとか、そういうのが心配だなっていう時に、まあ、こういうものでね、コートしてあげると、まあ本も長持ちするかなっていうね、そういうものなので、まあ、もしよかったらちょっとこれを参考にですね、買ってかけてみてください。ではご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。